まあ今僕38なんだけど、これが一番いいなっていうのは、今の時代にもすごい合ってると思うのが、真実を選んで生きていくことなんだよね。自分の心の中、本当にこれが正しいんだって自分に嘘をつかないで歩いていくことが一番いいと思う。でみんながこれやってるからって言って、いやでもそれ違うなって思ったら、それをスパッて断ってもいいわけよ。Hey you guys! 今日もね、 LINE の Q&A を答えていきたいと思います。まずね、このね、T さんからメッセージいただきました。はい、社員証って来てますね。で次、楽天銀行不具合。これは Q&A でね、どう答えたらいいのか分かりません。どういうことなんだい。社員証、楽天銀行不具合。次の質問に行きましょう。はい、お、 R さんからね、 RIKU さん、すっげえいい質問が来てるんですよ。だからまあポイントは、高校生で、もう受験があって、今めっちゃ忙しいんやなって、仕事を頑張ってて、で勉強頑張ってんだけど、部活をサボり始めてて、でそんなにあのね、あの野球部やってて、まあ、ふざけたりあんまりね、これやりたくないって、どうすればいい。まあ、ポイントは、そんなに本気になれない部活を最後まで続けないといけないのか、ね、どう思う。皆さんどう思います。これなんか言う側はもうすっげえ微妙なアドバンスなアドバイスやな。でその前のコメントもあってね、本当にありがとう。質問本当にありがとうね。で、この質問はやっぱりちょっとね、微妙やな。だってさ、いやー、そんな部活なんて、やりたくないことはやらなくていいんだよって言って、ね。で、そして部活やめますって言って、でもなんかまだ心の中で本当にやめていいのかなと思ってて、でもそれでやめちゃって、で、するとなんか野球部、ね、野球部の友達とかみんな楽しんでて、自分だけそれやめちゃって、でなんか高校ね、最後のロマンの楽しさに僕入れない、うわー寂しいっていう感じになるかもしれないし、ね、ここでそんなやめない方が、やめない、やめちゃダメだよ、部活最後までしっかりやらんといかんよみたいなね、そういう感じできたらね、うわー辛いんだけど、やりたくないんだけど、本当は自由になりたいんだけど、このやりたくないことを続けないといけないんだっていう義務感みたいなことで、おーね、なっちゃうっていうことなんですよね。で、事実はどうでもいいのね。こういう問題が出てきて、どうすればいいんだろうってわからない時があると思うんだよ。で、中には人生にはもっと辛い問題とかも出てくるんだよね。で、この問題の乗り越え方っていうのにぜひ興味を持っていただきたいんですよ。で、問題の乗り越え方っていうのは、一つ僕がもう本当にね、いろんな問題の乗り越え方とかね、いろんな世の中に本とかにもあってね、勉強してるんだけど、まあ今僕38なんだけど、これが一番いいなっていうのは、今の時代にもすごい合ってると思うのが、真実を選んで生きていくことなんだよね。自分の心の中、本当にこれが正しいんだってで自分に嘘をつかないで歩いていくことが一番いいと思う。でみんながこれやってるからって言って、いやでもそれ違うなって思ったら、それをスパッて断ってもいいわけよ。で今度これみんながやってることを断ろうとすると、めちゃくちゃ怖くなるのね。ポイントはね、この今自分が出ているこの問題、野球部続けた方がいいのか、ね、野球部をやめた方がいいのかっていうのは、自分で選んでいいことなんだよね。自分の中にはものすごいパワー、力があるんだよ。で、この力を変に使うと世の中を破壊することもできるし、人を傷つけることもできるのね。だからすごいいい人たちってね、決断力が弱い理由は、その自分のパワーのシャドウっていうか、それがまだ恐れてると思うんだよね。それを少しずつ身につけて、自分の力を使ってもいいんだって、自分の力を使っても世の中崩れないんだって、
で自分の力を使うことによって周りも良くなっていくんだっていうことを気づき始めていくことと思うんですよね。それが決断力のパワーっていうか、ね、だから先生が続けないといけないぞって言ってるんだけど、それ本当かって自分で試してみないといけないわけよ。自分でそう思うんだったらそうやればいい、ね、でも自分がこれやめたいんだと思ったらやめればいいのよ、ね、でもやめたらなんか寂しいなって思うんです。じゃあやめない方がいいわけよ。でも野球部に行って、ね、野球部の先生がお前本気でやらないと入っちゃダメだぞって言ったらもう結構ですって言ってもいいと思うのね。正直言って僕は本気になれないんですよって言えばいいわけよ、ね、であなたたちのこのグループは本気になる人しか入れないっていうそういうルールがあるんだったら私はそれをリスペクトします。だってその中で本気でやっている人たちで、ね、甲子園とか向かいたいんだけど、ね、5人ぐらいがなんか本気じゃなくてなんか遊んでたらみんなの迷惑になるじゃん。それはお互いにリスペクトしますって言ってそれはもう礼儀よく別れることもできると思うんだよね。でもそこまでなんか甲子園に行くぞみたいなじゃなくてもう本当に多分部活で楽しんでいこうってみたいな感じで、ね、高校の最後のロマンみたいなね野球のロマンみたいなので遊んで入れるんだったら残ってもいいんじゃない。もう一つのワークをやってもらいたいのはこの中でどこが嫌なのか、この部活の中でどこが嫌なの、あれもともとなんかやりたい違うなって思ってるわけよ。どこが違う、ね、なんか無理やりに坊主にされててなんかわけわかんねえ腕立ての努力とか軍隊みたいなその侍ロマンみたいなのが入ってるのが自分と合わないとか、で中にはそれ合う人もいると思うよ。大好きな人もめっちゃいるからね。それ悪くないよ。自分と合うか合わないかっていうことなんだよ。で合わないことを続けていると自分は自分に嘘をつくっていうことだ。で自分が自分に嘘をつくと自分の成長が止まるのよ。上がっていけないのよ。だから現実は変わらないんだよ。その問題をクリアしないと。その問題をクリアするとサッて抜けて次のレベルに上がっていくの。竹が育っていくような感じなんだよ。プッてこれ止まるやろ竹って。でまたプッて止まるやろ。上に行くともっとポン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 って伸びるのよ。最初が難しいのよ。この地面からちょっと持ち上がるっていうここが一番難しいところだから、ね、だから、ね、本当に野球部はこれを何を学べるんだって、どこを気にならないんだろう、どこが自分は嘘ついてるって感じるんだろう、どこがなんか嫌だなって感じてるんだろう、それを紙に書くのはすごいいいと思います。 Alright you guys、 ごめんねちょっとねやめなさいとかいややめちゃいけんみたいなことは僕本当にねちょっと言えないんだけど、それはもう本当に自分で決めていいことだから、ね、それで失敗したら失敗だって言ってもすっごいいい学びになるよ。 あの時の波動、あの時の感情はこれは残るんだっていう時の感情だったなとかなるから。Okay, so thank you so much for your comment and please let me know ね、ぜひ LINE でどうなったかって教えて、あの実は YouTube の下のところにコメント書いていただければ、あでもそうすると名前バレちゃうな。 OK、 LINE でね送っていただければすごい嬉しいです。これからも頑張っていこうね、うん、僕は個人的になんかね野球部楽しんだったらやってればいいんじゃないって言って、でもまあ本気になれないんだったらそれはそれで別にいいんじゃないでも僕はね思うんだけどね、まあ自分でそれを判断していただければと思います。Alright, you guys, I love you so much, and I'll see you in the next video. じゃあねー。